か銀行カードロアニアサジュミだ。はい、皆さん、今回の動画では私は今ちょうど家に帰ってきましたけど、INI の Brighter のオフィシャルミュービーが、多分これあれでしたよね、公約のあれでしたよね、きっと。だからこれを皆さんと一緒に見てみたいと思いますよ。お願いします。では見てみましょうか。では Let's go。 おお、衣装は一緒かな。おお。こう画質が良すぎていいですね。おお。綺麗な顔だ。おー、いいですね。白いパンツとシャツがめちゃ似合う。まさやさんのあの歌声めちゃいいですね。皆さん、やっぱり指と一緒に見たらもっといいですね。おお、皆さん今ここ見たかったら手を挙げてください。はい、西さんのオルバックめちゃ似合いますね。皆さん、ほんで指と一緒に聴いたら、見ながら聴いたらバリいいですね。あー、これ浮かだですね。おお、ここいいですね。このセット、照明と。おー、このトランジション良かった。え、この衣装めっちゃいいんじゃないか。あの白い、この衣装でもっと見せたら良かったのに。皆さんに満たされたいんだって。皆さん、この白い衣装めちゃかっこいいんじゃないですか、みんな。わあ、よかったですね。皆さん、ミュービーを見ながら一緒に聴いたら、バリ良くないですか。そして、ちょっと残念なのは、最後のこの白い衣装が、もうちょっと前半から出てきたらよかったんじゃないかなと。そうじゃないですか、なんか。前半はなんかあの ロケティアのその衣装と一緒な衣装があって、それよりなんか最初からそうした方がなんか良かったんじゃないかな。なんかでも意味があるんですよね、きっと。私がわからない意味があるぞと。はい。とにかくこういう感じで聞いてみましたけど、やっぱりいいですね。うん。そして私はあの Vlog の動画を見てから本当にそのグミ、二人のグミが思い出しますね。このマサヤさんと一緒のグミ、グミ、グミ、グミって感じで。
だから、はい、とにかくめっちゃ良かったですよ、これも。そしてもうすぐ11月3日じゃないですか。はい、11月3日本当に楽しみですね。そして2日は私の誕生日、本当に楽しみ。こういう感じで私が用意した動画はここまでですけど、はい、ここから多分今日の Vlog の動画が上がるんじゃないかと思いますので、私の Vlog が好きな方々は Vlog まで見てくださったら嬉しいですし、INI の動画だけ好きな方々はここまで見てくださったら嬉しいです。そしてプレイリストに INI の他の動画もたくさんありますので、それもぜひ見てくださったら嬉しいです。 Vlog の動画とかいろいろありますので、 INI の Vlog ですよ、ありますのでぜひ見てくださいね。とにかくこれは本当になんか音源で聞くことももちろん良かったんですけど、このミュービーを見ながら、ほんでダンスも見ながら、そしてこのビジュアルを見ながら聞いたらさらに良くなる、そういう曲でしたね。本当にこのタイトル通り Brighter でした。はい、ってことで福岡原稿カードをアニアサジュジュメダイ。皆さん、今回の動画で久しぶりに本速と会いに来ましたけど、それで今はここはヒョンデデパートの地下駐車場なんですよ。それでここは地下4階です。誰も聞いてないとよ。はい、ってことでとにかく会ってきますね。はい、皆さん、私が iPhone13 をちょっと見てみましたけど、ほんとめっちゃ速いんですよ。これは多分13 MAX プロやったっけ。そうでしたけど、本当になんか反応もめっちゃ速くて、なんかビデオの機能とかもさらに良くなって、いいなと思いましたね。もしかして皆さんも iPhone 使ってますか？私はずっと iPhone 使ってますけど、私には iPhone がなんだか好きですよね。はい、とにかく、本当に良かったですよ。ビデオの機能が良くなって、でも一般の人からしたら別に12と13がそこまで変わらないって感じるかもしれませんね、なんかデザイン的にも。でも反応はめちゃ早いんですよ。そしてこれは13ミニですけど、ミニめちゃ可愛かったです。そしてめちゃ軽くて、やっぱり iPhone は小さいのが可愛いなって思いながら、でもなんかジュームがちょっとなんかプロとかに比べたらジュームインとかがそこまで大きくはならないですけど、でもできるのはほぼ全部できていいなと思いましたね。そして反応も普通に12よりは早いんですよ。はい、ここは私が前にも紹介したことがあるヒョンデデパートの、カフェなんですね。ミノ、マイノーと一致ですね。アディダスのモデルです。でこのカフェでヒョンソクと会いました。はい、ヒョンソクくん。ヒョンソクくん。皆さん、私はヒョンソクとバイバイしてから、ちょっとジュジュランドのアップロードのためにちょっとマクドナルドで今編集してアップロードしてるナウです。はい、そしてここはエビシマと H&M があるホームプラスです。防弾少年団です。皆さん、ちなみに私ヒョンソクと買い物しましたけど、ヒョンソクと買い物っていうより私はヒョンソクに連れて行きました。この私はここでよく買いますけど、何を買ったかと言ったら、冬は乾燥なのでエッセンスを買いました。これがなんかいいらしくて、これを買いましたけど、これは結構高いんですよ。これエッセンスですけど、50ミリで9800円って結構高いですよね。とにかくこれはお見せしましょうか。おい、
皆さんに紹介します。これは宣伝じゃないですよ皆さん。ただこういう感じのやつです。いいかどうか私が使ってみて皆さんに言いますね、はい、とにかく私は作業が終わりましたので家に帰ろうと思ってます。これはサンプルもらいました。いろいろ使ってみてくださいって感じで、ここは私が前にも言いましたけど私がもともとバイトをやってたユニクロ店舗でしたね。ユニクロの店舗でしたけどユニクロはなくなって私が、店長で働いてたトップ10っていうブランドのお店になりまして、とにかく私はヒトタックがヒトテクそれが必要なので、でもここでもそういうみたいなやつがあるのでそれを買ってみたいと思います。そして今日がちょうど1プラス1デーらしくてそれを買ってみたいと思います。ここは全部1プラス1やってますね。本当に全部1プラス1ですよ。だからこれもこの値段でこれジャケットを買ったらもう1個がついてくる、そういう感じやったらそもそも半分の値段でやった方がどうですかね。それはちょっとプライドかな、はい、ほぼなんかここで売ってる服ってほぼなんかユニクロですよ。ユニクロとほぼ一緒で、南樹百花さんがモデルですね、このブランドの。そしてこのブランドのヒテテグはオンエアって呼んでますよ、オンエア。そしてオンエアがヒテテグらしいですよ。買ったことはないですね。それでこれを買おうかどうか迷ってます。こういう T シャツは安いですね、490円、安いですね。家で着る T シャツここで買ってもいいですね。いいな、この値段ならいいかも。ここで買おう。はい皆さん、私はヒテテグじゃないオンエア買いました。それで帰りたいと思います。ここは韓国のスーパーの駐車場はこういう感じになっています。とにかく私は帰りますね皆さん、バイバーイ。